やらないか。ザ・フォレスト、やっていきます。前回できなかった洞窟の中を今回は探検していきたいと思います。最初の飛行機のムービーはカットでいきます。よし、それじゃあやっていきましょうか。よいしょ。まずは持っていけるもんだけ持っていっちゃいましょう。iPhone。機内食。機内食なんだろうな、これ。ドリアン、ちげえか。いや、食ってこ。じゃあ、まあ早速探検に行っちゃいましょうか、洞窟の方へ。よいしょ。でもな、スーツケースを見ると開けたくなる。よいしょ。あら、トカゲがいるな。いや、トカゲ。よし、ゲット。あら、逃げた。あら、ちょっと待って。オッケーどうしようかな。正直洞窟の中へ入っていって生きて帰って来れる気がしないんで、死ぬのを前提で行くとしたらもう家作る必要はないんですよね。羽がある。よいしょ。もっと武器の作り方をもっと知りたいな。あの斧の作り方は分かったんだけど、多分爆弾とか作れるよね。基板があるしな。とりあえず洞窟の方まで。あ、でも洞窟の方な、もう原住民がいらっしゃるんだよね。とりあえず持っていけるものだけ、石とか木の枝とか。よいしょ。持っていけるもんだけ持っていっちゃいましょうか。また現地について石が欲しい、石が欲しいとか言って歩き回るのももう嫌なんで、場所は確か右の方だよね。石、木の枝持ってっちゃう全部。あと飯もな。木の枝ゲッチュトカゲ、よいしょ。こんなもんか。じゃあ早速行こうか。あの洞窟嫌な予感すんだよな。前回も言ったけどさ、あの入った瞬間やばい BGM が鳴るからさ、明らかに敵がいるっていうの分かるんだよね。暗くなるしね。よいしょ。あ、ちょっと待って、ラグい。確かここを進んだ先にあったのかな。毎回マップは変わんないよね。あー、見えてきた。あ、まだか。ちょっと暗いな。まだ昼でしょう。ちょっと暗くなってきちゃったよ。大丈夫かこれ。あれ、もうちょっと奥だっけ。なかなか砂浜が見えてこない。合ってるよね、こっちで。ちょっと暗くねえか。まあいっか。いい天気。あー、見えてきた。確かそこら辺だったよね、洞窟があったのは。見えてきた
そう、前回見たよね、このでっかい木。この木しかもう中通り抜けるからね。ほら。で、ここら辺にも原住民がいらっしゃるから、気をつけんとな。ここだ。思い出のあの海岸。サメはまだいるのかしらね。ここでしょ。あの洞窟がある場所は。サメの死体もまだあるし、やっぱり固定か。じゃあ行きますか。ライターどうやってつけるんだっけ。これは iPhone か。あ、いや、行こうか。あ、水の中？これ中泳いでいけって。ちょ、水の中でライター使ってるよ。あれ？水の中じゃない。あ、暗い。ライト。あ、暗っ。ろうそく？なんで？やばい雰囲気がプンプンするぜ、これ。なんだあれ？うわ、キモ！お、ちょ、待て、なにあれ？何あれ？え？お前人間じゃねえだろこれ。暗い。暗いし、キモいし。こいつ倒さなきゃ先いけないの。痛い、ほら。攻撃食らってるこいつ。気持ち悪い。ほら、来いよ。おっぱいが見えてる。お前のおっぱいなんか見たくないんじゃよ、ほら。え、こいつ攻撃食らってる？ほれほれ、来いよ。ほれ、ジャキンって音がしてるから多分食らってるよね、きっと。ジャキンとかジャキジャク、来いよ。ほら、気持ち悪い。ほら、食らいやがれ。ほらほれ、お前なんかなかなかしぶといな。来いよ。ほらほれあれ、あ、倒した。うーわ、なにこいつ。ちょ、待って、あの充電なくなっちゃうから、できるだけライターで。なにこれ、エイリアンじゃないか、これじゃ。まるで、ほら、あ、こいつの死体はちょんぎれねえんだ。そっか、じゃあ行こうか。え、こんなやつがうじゃうじゃいるんだろ、きっと洞窟の中に。で、これ何、このバケツがなんでこんな落ちてんのかわかんないんだけど。バケツっていうか骨？足？よくわかんないけど。宝箱。あれ？これ何のゲームだっけ？あれ？あ、開かないのこれ。しかもどっかのブランドの。ブランドっぽいな、柄が。こっち行けんの、洞窟。あ、ないか。じゃあ行こうか。これ懐中電灯切れたらおしまいじゃない、これ。もう帰ってこらんないよ。やばいやばいやばい、どんどん奥に進んでいくよ、これ。もう死ぬことを覚悟していこうか。ロープ、なんだあれ、首吊りか。いや、わかんないけどさ。うえ、なにこれ。
謎のオブジェ。よくわからん。心臓っぽいのが乗っかってるけど。暗いどんどん奥に進んでいく。これは一体どこまで続いているんでしょうか。奥の方に明かりが見える。あれは何？明かりか？あ、ラグ。ロープまた。これか、何あれ。あ、外が見える。あ、ろうそくか。ん？敵？前回は、さようなら。バイ。あいつらに前回は犯されたんだよ、俺のケツをよ。あんな人数相手したらさ、勝てねえっちゅね。ハロー。復讐の時間だぜ。なんちゃって、じゃあね。来ないで。あれ、どこ、ここ。お、あいつら来てねえわ。今のうちに逃げよう。来てる？来てない。ラッキー。じゃあどんどん奥へ進んでいこうか。まあ、もう帰って来らんないからね、どうせ。この装備じゃ帰っていけないから。どうせ俺は死ぬ運命にあるんだ。だったらどんどん奥まで進んでいってやろうじゃねえか。一番奥までつっついてやるわ。どこだ？しかし、この洞窟すんごい長いな。お、なんぞやこれ。あ、壊れた。え？椅子がある。これは飛行機の椅子じゃない？懐中電灯待った、ラッキー。で、頭蓋骨がたくさんある。ここが行き止まりっぽいですね。どうやら。しかも出口が見える。あれは行けんのか？行けたらハッピーなんだけど、まあ行けないよね。死体もあるしな。本がたくさんある。雑誌、チラシ。こんなところあったんだ。頭蓋骨がたくさんあるってことはなんだ？人間かな？飛行機に乗っていた人。いや、そんな白骨化するほど時間経ってないしな。とすると原住民の骨。これ何？針金？本か。基板がたくさんあるな。じゃあ行こうか。結局あの原住民がたくさんいるところを取っていかなきゃいけないわけね。はぁ、装備がないからな。どうしようもねえわ。てか腹へんねえ。腹へんねえが、ちょっと。飯食おうぜ。これでいいや。多分作れるよね。あら。ちょっとここ狭いってか？あれ、出てこない。設置できない、設置が。困ったね。洞窟の中じゃ焚き火はできねえっちゅうわけか。そりゃ困ったね。結局さっき原住民がたくさんいるところを取っていかなきゃいけないのか。おっと、綺麗だな、これ。あいつらどうやって倒すの？ちょっとこの武器じゃ倒せないよ、絶対。またボッコボコにレイプされて終わっちまうんだ、俺は。ひえー、懐中電灯がなくなりそう。ほら、まずい。どこだ？いた！一人か、ほら、来いや。おっさん。外は雷か。ちょっと待って。なくなりそう、懐中電灯。
うわ、怖え、これ。怖えな、おい。ほら。ほら、来いよ。二人もいんじゃん。一人倒すのに何分かかると思ってんだよ、これ。あれ、こいつら、どうした？うわっまずい、あっと、ほら、来いよ。あ、ちょっと待って、これ。ちょっと待って。いっぱいいんじゃん、これ。何も見なかった。じゃあな。何これ、ヘルメット。ちょ、あいつらついてこないじゃん。どうした、ラッキー。ここ何、このロープね。ロープもしかも持ってけんだ、これ。首でも吊るってか。あいつらに殺されるぐらいなら首吊った方がマシだってか。そうか、なんじゃこれ。ああ、ライター、ライターなくなんないよね。懐中電灯ない、まだ。あ、もうないわ。あ、ちょっとある。あ、だったら懐中電灯使った方が。これ何、薬か。これはどこだっけ。こっちか。あれ、これ今来た場所だよね。バケツ、なんでバケツがこんなにいっぱい転がってんのかわかんないけどさ。ん、ここ行き止まり、行ける。暗い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 。何、なんかいる、なんかいる、なんかいる。あ、何これ。あ、いい、ほえ、なんだこれ。死体か。これは原住民じゃねえよな。多分飛行機に乗ってきた人だよね。顔が傷だらけ。ここで拷問されたのかな。かわいそうにな。万歳してるわ。あ、何、なんか奥で、何これ、なんか動いてる、なんか、なんか動いてる。何があれ、え、何あれ、何、鏡、スクリーン。何あれ、うわ、気持ち悪いとこ歩いてる。え、何これ、え何ここなになになに、赤いのが見えた。なにこれ、あ、あら、ここなに、泳いでいけってか。言ったろうじゃないか。いや、暗いな。ライターなくならないよね。なくなるのかな。腹も減るしよ、洞窟の中じゃ焚き火作れないし。まずいぜ、これ。あのトカゲ生じゃ食えねえよな。生で食ったら寄生虫すごそうだしな。しかし、ここ、洞窟の中に水たまりがあるなんてな。暗いからよくわかんないけど、一体これはどこまで続いているんだ。おまけに BGM が鳴ったってことは敵がいるってことか。敵ってあいつらさ、泳げんのかな。後ろ振り向いたらさ、奴らが泳いで追っかけてきてるなんてことはないよね。それはないか。まだかな。上に上がれる場所は、ここら辺？
上がれるんじゃないの。上がるとこない。なんかキラキラ光ってるものがある。あ、あ、ちょっとダメダメダメ、潜っちゃダメ。上に上がれる場所ない、なかったらさ、戻っていくのめんどくさいんだけど。ここも上がれなさそうだし、どこかあるでしょう。ここは？あ、ないなあ。あのさ、と金槌のマーク何あれ？なんだろうあれ。上がれるとこない？これ。暗いからよくわかんないんだけど。なさそうだよね。ない？ない。暗くて本当わかんない。ここら辺上がれない？上がれるっちゃ上がれるけど、行くところがないから。よいしょ。何これ？あ？どこ？あ、ここか。じゃあ一回戻りましょうかね。はい、戻ってまいりました。ってことはここが一番奥ってことかな。ってことはもう探検、ここの洞窟は一応全部見終わったってことかな。こっちの方行けるのかな。ほんと暗い。あっと、あ、やっぱり何にもないか。で、ここがあれでしょ、首吊りの廊下？廊下って言ってんのか。何？コウモリか。暗いな。懐中電灯のさ、電池交換する方法ないのこれ。ロープ。あれ、ここさっき来たっけ。首吊り死体ないんだけど。なんか光ってる。ろうそくか。あれ、ここ来たっけ。何にも見えねえんだ。あれ？あ、これ戻ってきちゃった。じゃあこっちか。これ出口大変だな。あれ？ちょっと暗くてわからないよこれ。あ、登れねえ。登れた。あら？あ、これ何？ここ来たっけ？だって首吊り死体がないもんは。首吊ってないけどさ。あれ？あ、いけたいけた。狭いんだここ。何これ、ひどまりじゃんこれ。上登れるんじゃないの。ほら、あ、暗い。まあ足元しか見えねえよ。出口どこ。もしかしたら生きて帰って出られるんじゃないかと密かに希望持ってるんだけど。水の音。ん？どこだ？ん？スーツケースっぽい。暗いな。外は雨か。
わかんない、どっち、こっち下り坂になってるけど大丈夫これ。よいしょ。あ、日の丸。いや、これ下り坂になってるんですけど。あ、うわー、うわー、うわー、気づかないでこっち。いや、さっき入り口で見たタイプとは違うぞあれ。まるでミノタウルスみたいな。ちょ、あいつらこっち気づいてない。行こうか、ほっとこう。なるほど、戦わないでスルーしていくっていう手があるわけね。ついてくんなよ。もう暗いからわかんねえけどさ。ってことは、ここの、ここはまだ来てないんだよね。結構、アリの巣みたいに、複雑に絡み合ってる。絡み合ってるって言い方も変か。すごい道がたくさんあるってことか。もうこれ完全に迷っちゃったよね。あ、頭がある。頭がある。頭がある。誰だこんなところに頭を落としていったやつは。ちゃんと持って帰っていこう、ほんと。奥の方で明かりが見える。あ、びっくりした。あれはろうそくか？死体がある。あ、ライト？ライト？もしかしてライト補充された？来た。いや、あんま補充されてねえわ。よくわかんねえ。やめとこ。電池なんかないしな。ないよね。うわー、動物だな。あれ？ここ来たような、来てないような。もしかして動物なんだってさ、島にたくさんあって、で、それぞれが結局は、結びついてんのかな？まあ、いわゆる地下世界みたいな。その地下世界への入り口がたくさんあるっていう。だとしたら適当にこう、なんだあれ、したい、したい、これは、お、女だ、女の子だ。あー、ここで怖い目にあったんだろうな、かわいそうにな。いやー、ゾクゾクするわこれ。外に出たいんだけど、もしかしたら出られるかもしれないっていう希望がある。ただ化け物に出くわしたらまずい。あ、何あれ、あれ何、足か。何この部屋、なんだ、ここはプラネタリウムか？人間プラネタリウム。俺、そっちそんな趣味ねえよ。うん？ここかな？もうどこに向かって歩いてんのかもわかんねえしよ。行き止まりに、行き止まりに行ったんなきゃいいや。僕も戻りたくねえ。何あれ、また水？あ、暗い暗い暗い。何これ、宝箱。
暗い。何？何にも見えないぞ、これ。下を見て歩くしかねえんだ。チラシがたくさん、多分飛行機のパンフレットでしょうね、きっと。あ、なんか落ちてる。コインか。いらねえ金なんて。ん？いや、これは外に出たい。ここ行ける？行けた。もう迷子だな。すんげえ暗いのがすんげえやりづらいわ。あ？あら。何やれ？ああ、石か。やべ、腹減ってきた。腹減って死ぬなんて間抜けな死に方はしたくねえぞ、俺。てか、ここ来なかったっけ？こんなとこで飢え死にしたくねえよ、俺。本当に作れないの、これ。作れないもんな。ほら。そう、腹が減って死ぬわ、これ。まずいぞ。死にはしないか。ほなに、いけないか。もう、頭がおかしくなりそう。なにこれ。石か。プラネタリウム戻ってきたな。ちょっとそろそろ外に出ないと気が狂っちまうよ、そろそろ。あれ？いけねえ。石か。よいしょ。何かお宝ないの？洞窟って言ったらお宝があるのがお決まりでしょう。あるのは死体ね。あれだ、宙吊りの死体。人間プラネタリウム。かわいそうにな。あ、何か持ってた。あれ？何拾った？つうか何この iPhone。 iPhone よくわかんねえな。あ、なんだ、ここ来てないぞまだ。俺は生きてる。生きて帰ってこれたよ、まさか。じゃあ飯食おうぜ、飯。腹減ったよ、腹。ここら辺でいいよ、もう。よし、飯食おうか。今日のご飯はトカゲ。クック。じゃあ、お家も作っちゃおうか、この辺によ。これでいいや。
こんな感じ？こんな感じだな。聞いてろか。あちゃー！あっち。聞いてろか。腹減ってさ、スタミナがねえんだこれ。食った。オッケー。ちょっとスタミナ回復しようか。今のうちに木の枝、石ころ拾っておこうか。テントがある。葉っぱもちょっともらっていこう。石あった。あとどんぐらい材料必要？あと木だか。あと木だけで終わるわ。オッケー。よいしょ。よし。よし。よいしょ。よし。やっぱり洞窟は、なんだろう。たくさん出入り口があるってわけね。一本道ではなくて、首都高みたいにこう、いろんな道が分かれていて、いくつか出口、出入り口があるってわけね。よかったよかった。いや、まさか生きて帰ってこれるとは思わなかったな。とりあえず家作って、今日は終わりかな。よいしょ。あと次、5本？よいしょ。まあ一応なんとか脱出できたんだから、ハッピーエンドで終わらせたいところだ。こんなところ、原住民に発見されて襲われて死ぬなんて、そんな最後を迎えたくないから。ちゃんとお家を作って、しっかり終わろう。よいしょ。ああ、それにしても、外の空気はいいな。よいしょ。ゲット。もうちょっとかな。あと5本でしょ。あと3本。2本あるからあと1本切んなきゃダメか。あれ、あ、ここか。じゃあこれでいいや。石もらっていこう。よいしょ。よし。よいしょ。よし。よいしょ。もうちょっとか。よし。うっ。あ。オッケー。うん、完成。壁でも作っとこうか。あの洞窟もう見たくねえからな。こんな感じ。あっち、あっち。おう。よし。じゃあ、とりあえず今回はここまでにしましょうかね。無事に帰ってこれたし。それじゃあ、また。